それでは始めようか。どうもチーム山梨の先生、今回も引き続きですね、漫画の紹介をさせていただきたいと思います。今回紹介させていただく漫画は指導です。この指導というのはですね、武士道の指導と書いて指導と呼んでいきます。この漫画は全25巻で完結している漫画で、ヤングジャンプに掲載されていた漫画になります。で、この指導という漫画に出会ったきっかけなんですけれども、この指導という漫画ですね、表紙がすべて黄色の表紙になっておりまして、このですね、表紙、裏表紙を最初見たんですけれども、全部漫画の表紙が黄色っていうところで目を奪われてしまいまして、そこから読んでいったら、まあすごい面白いなというところで、全25巻を購入して読んだ作品になります。で、このお話のですね、あらすじ内容といたしましては、幕末の時代にコロリによって母親を亡くしてしまい、天涯孤独となってしまった雪村翔太郎と、雪村源太郎、このですね、兄弟のお話になります。で、この兄弟はですね、徐々に成長していく姿が見れるんですけれども、最終的には冷静な兄、そしてですね、負けん気の強い明るい弟というようなキャラクターになっております。で、このですね、母親を亡くして天涯孤独となって、自分のですね、生きる場所であったりとか生きる目的がなくなってしまったこの兄弟がですね、後にカルト集団の白神教というところに売られてしまいます。で、この白神教でですね、兄の翔太郎は儀式の生贄にされてしまいます。ですが、この儀式の生贄からですね、無事生還し、白神教での生活と修行を許されていきます。そして、生活をし修行をしていった後の2年後、白蓮隊という架空の集団になるんですけれども、白蓮隊という隊でですね、黒船撃沈という命を受けですね、これに成功するんですが、その白蓮隊の仲間にですね、最後裏切られます。そして仲間を殺され、そのカルト教団から離れる決心をします。そしてですね、仲間を殺されたっていうのもありまして、そのカルト教団の長のですね、リギという人物への復讐を誓いですね、会津に渡り、さらに成長した2人は松平片森の家臣に従いですね、動乱の京都へと向かっていくというお話です。この話はですね、2人の兄弟の人生がですね、動乱の幕末にですね、どう立ち向かっていくのか、飲まれてしまうのかというですね、ところを見ていただければ面白い作品なんですけれども、幕末の時代が舞台になっているので、歴史的に実際にいた団体とか人物とかっていうのもちゃんと出てきます。で、そういう歴史の人物だったりとか団体とかとかも関係を持ったりとか、いろいろありつつ、最後、2人の兄弟はどういう一生を遂げていくのか、そしてですね、2人は自分たちの故郷と呼べるところを見つけることができるのかというところを見ていただければ、すごく面白い作品になっております。そしてですね、最後、泣けるようなお話というよりかは、読み終わった時に心にじんとくるものがですね、残る作品になっていると思います。こちらのお話もですね、読んで確実に損はないと思う作品になっているので、ぜひですね、この指導という漫画を読んでいただければなと思います。それでは